個展がなんとここです。じゃーん、人生で初の個展なんですよ。ここにこの自分の名前があるっていうのはすごい嬉しいなと。アクリルがいっぱいついてとにかくこれ第一歩なんで、ギャラリーを開くことになりました。はい、じゃねーす。あまりやらないと思います。最初大学入ったのがアートから入ったんで、そこからパフォーミングアーツに変わってった。根本的なルーツの中に必ずアートがいつもあったんですよ。50歳ぐらいになってからやろうかなとか思ったんですけど、ピチピチの5歳です。はい、こんばんは。こんにちは。こんばんは。イエー、すごいですね。ハロー。もうずっと英語だったんで、もう日本にいること忘れちゃいました。このアニメーション、これちょっと可愛いですよね。すごい。あら、ほら、あ、バルーンちゃん、ディディベイちゃんがいっぱいあります。あ、ウィンクした。かわいい。皆さん必ずウィンク受けてください。ウィンクしたら必ずいいことあります。グッズの方もこういろいろ実際見るとめちゃくちゃ可愛いわ。いやでもちょっと可愛いな。だって1枚の作品を描くのにすごい時間かかってるんですけど、とにかくすごい楽しいです。これどうしよう。これ俺全部家に飾りたいもんな。ここにある子たちは全部個展で、2つとかは T シャツをベースにしていまして、 T シャツからあの個展を開かないかっていうお話になったので、あのそこのつながりがあるんだなって。テーマとなってるのが Hello My Name Is っていうテーマになってるんですけど、よく海外であの新しく入社すると入社パーティーっていうのが行われるんですけど、そこでこう Hello My Name Is っていうステッカーをフライヤーにあったあのやつなんですけども、そのハローマイネームズっていうステッカーを貼って自分の名前を言ってこう自己紹介をするみたいな、それがまあ今回のこれなんですけども、あのやっぱり皆さんに初めてお会いする子も多いので、初めましてっていう感じをちょっとおしゃれなこのクラシカルな儀式とともにあのモチーフにして入れてみたっていう感じですね。ちょっとアーバンとクラシック混ぜたみたいな感じでやらせていただきました。この来てもらった方々もみんなこの子には初めてだし、皆さんも初めてだと思うので、そこでこうステッカーを皆さんの名前 を書いていただいて、白いところに貼っていただいて、最終的にその上にクマを書いて全く同じような形にしようかなって思ってるので、皆さんの名前とはるちゃんがこう両方重なって一つの作品を作れちゃうっていう、なんかこう初めましてのパワーですか。とにかくお客様とバイヤーとセーラーとか、なんか役者とファンっていう風になんか分けられてるのがちょっと逆に変だなと思う。はるちゃん応援してくれる人もいるっていう、すごいもう優しいじゃないですか。普段会ったら最高に絶対飲みに行ったりとか、親密な友達になる方ばっかりじゃないですか。自分のことを好きになってもらう、なんで作品もそうで、作品を好きになってもらった方たちと共にこう常に融合してたいっていうのがはるちゃんのモットーなんで、まあそれも含めたあの個展となってます。やっぱ額縁入れて全然違う。違いますね。すごい、とてもいいと思う。 This is the main。 チャチャは？チャチャさん、ビッグ、裏のビッグボスみたいな。そうだね。ハンドプリンスと、ここにリリーちゃん2枚飾って、いやいやいや、スケボー、そう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 、スケボーがあるのでちょっとファッションな。 Yes, 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 we are impressed now. Yes. Yeah. I'm scared that this is this boy.絵画以外は、手で描いてるやつ以外はリミテッドがあるんで、1枚付き限定3枚なんで、早めの方が。こちらですね、今回特別グッズがありましてですね、なんとじゃじゃーん、ステッカーでしゅー。かわいいんです。このステッカーちゃんなんちなんですけども、あそこに飾られてるディディちゃん、あのディディベイちゃんたちと同じなんですけども、でどうするかというと、こんな感じでこういう風に入れていただいて、持ってたりとかするの好きですね。こうやって携帯に入れたりとか、携帯の上に貼ったりとか。ちなみにこのカード何なんだろうね。ブラックカードなんです。でブラックカードと言われると何でも買えるってことですよね。プリンスディディエクスプレスに関しては、笑顔がアンリミテッドだってことを忘れないでくださいねっていう自分自身のカード。ぜひこれを持つことによって自分の笑顔の価値っていうのはアンリミテッドだし、とてもいいものありますよっていうことで、スマイルエクスプレスカードです。これがあの 1,2,3,6 枚セットですね。6枚セットで販売されてますので、すごいマスキングテープが欲しいっていう声がすごいあったんで、マスキングテープを使わせてもらいました。これもですね、あの全ベアちゃんが入ってますので、でディディベアちゃんたちが入ってるんで、こうビーってやるとこうできるっていうマスキングテープが入ってます。でこちらが最後に、こちらも多かったポストカードですね。いろいろな
クマちゃんたちがこうあるので、クマはこれをお家に飾ったりすることもできるし、あの年賀状代わりに使っていただくこともできる。まあ、クマ年っていうのはないんですけども、常に笑顔年ということで皆さんも使ってください。ザ・プリンス・チャーミングとい う, こう手書き の, あの油絵のやつがこうスーパー写真を撮っていただいたんですけども、こちらも含まれてますので、このこう実物あります、ここに。それも買おうと思ったら買えますけども、これに関してはちょっとアスキングプライズっていう形になってまして、あの僕やっぱなんていうんですかね、こう絵を描くと全部自分のものにしたくなるっていう、なんか自分の育てた子がいなくなっちゃうみたいな感じがすごいあるんですよ。こちらなんとドレレさんとのコラボ T シャツが今回のギャラリー、このディディベイちゃんがなんとポケットの中に隠れてます。こういう風な形になってるんですよね。常にディディベイちゃんとお散歩してみませんかっていうコンセプトで入ってます。ドレレさんのロゴとか入ってます。これも可愛いですよね。公開はしてないですけども、シークレットでアセンデッドの方でも発売してますので、あのアセンデッドのページにも来ていただけたら嬉しいなと思います。シェンさんがダルクスクここでいいんじゃないって、確かにいいね、これ置いたらもう完璧だったね。とっても神聖な感じで好きですけど、僕すごい古典感が増しました。古典ですね。古典してるっていう、なんか。それではお剥がしをさせていただきます。失礼いたします。うわー、いいですよ。おお、あ、全然違う。おー、ラキュー。さすが。イエス、イエス、イエス。かわいい。この子がいるんですけど、完璧に描いちゃうと商品って感じがすごいしちゃう。マウスだけで描いてみたんですよ。昔ながらこの子の姿っていうのがあれなんです。この子の本当の姿がこれっていう。でこれが1作品目なんですよね。 T シャツの全ての始まりがこの子だったんです。この子はすごい思い出があります。これまっすぐに描いてるように見えて、こういう感じになってるんですよ。ちゃんとバランス取れてるんですよ。こういう感じなんだけどバランスが取れてるんですよ。ダンスとかで分かるんですよね。はいはい。人間でやるとこういう感じ、ちょっと甘えてるんだから。ああ。人間って生きてるのはやっぱアンバランスなんで、顔も全部違うんで、でも整ってるように見えるっていうのにするとなんか飽きないから、はい、ちょっとだからこれも足まで全く同じ向きにすればいいんだけど、はい、ちょっと広げると股関節が広がってる感じがするので、3に見えるような凹凸に。はい、力から虹を吐いちゃうほどハッピーっていう意味ハッピーが詰まりすぎてこうバーッと吐いちゃうっていう。これみんなと一緒に持ちたいなとかそういう感じでなんか出るので、インスピレーションはいろんなところからですね。常に急に思いつくこともありますし、ちょっと小さめにしてある理由があるんですよ。この日大安だから買うとか、この日運気がいいから買うとか、昔からすごい執着というか、あ、僕も縁起を見なきゃいけないんだなみたいな感覚がすごいありまして、作るものも描くものも全部縁起がいいものを作りたくて、例えばこのクマちゃんとかだったら紫っていうのは表がありまして、方位的にお家のどこに置いたらこういう効果があるよ。黄色とピンクとかってこの色合いは恋愛に効くんです。あの可愛いから買った、だけど知ってた？恋愛にめちゃくちゃいいらしいよこの色合い、風水的にもっていう、なんか買った人が買ったのを見に来た友達に伝えられるストーリーみたいなのがあると思う。またそれも一つ僕嬉しいなと思って、見てこれ着てるとすごいテンション上がりますって何よりもの褒め言葉だなって思うんですよ。自分もこれ見てるとテンション上がるから、それを形にしたいなと思ったんで、表現の中でダイレクトじゃないですか。洋服と違ってお家に飾って毎日見るみたいな、そういうのを考えていくと、うわこれってあったらいいな、これを毎日見てたら気持ちいいな、楽しいなっていう風に感じていただけたり言ってもらえることが一番嬉しいかなって思う。結局はライブエンターテインメントなんだな。絵って常に動いてなかったとしても絵は見てるっていうことですっごい影響があるんですよ。なんか家の中に飾ってあるポスターだったりとか、無意識的にすごい認識をするんですよね。自分が意識してないところで毎日それを見て過ごすんで、常に一緒にいられるというか、そのパワーを共感できるっていうので自分にすごい影響が来るんで、必ずいいものを皆さんに持ってもらいたいな。最強のお守りなんじゃないかなと、パワー込めて書きました。はるちゃんです、はるちゃんです、はるちゃんですって書きました。
ポジティブな念も、はい、跳ね返してくれるかもしれないです。そうだね、悪い念があったら笑顔なんですよね、やっぱりどのくまちゃんも、うん、で笑顔ってやっぱりすごいなって最近僕も書きながら思ったんですけど、自分で分かんないんですよ笑顔って。じゃあ誰が分かんのって言ったら、もう完全に他人に見せるための唯一のギフトなんだなって思ったんですよ。その笑顔を見れるったり、口をこう曲げるっていうことが自分にとってもやっぱり返ってくるんだなと思ったんで、やっぱ常に笑顔でいてほしいなって思ったから全員ビリーベイちゃんは全員笑顔です。みんなさんこう毎日過ごされてると思うんですけど、いや僕自身もそうですけど、もちろん辛いことも悔しいこともあーって思うこともいっぱいあるんですけども、逆にそれがなかったら楽しいこと何も感じられないんじゃないかなって思ったんで、本当にこの世の中って二極性なんだなって思ったんですよね。マイナスがあるからプラスを感じることができて、プラスばっかりだったらそれがディフォルトになっちゃうんで、それが普通になっちゃうんですよ。どっちもエンターテインメントなんだなって思うので、一つやっぱりそこは筋が通って、やっぱり表現することっていうのは動いて表現もあるし、絵でも表現だなって思うので、注いでるエネルギーが一緒なのかなって思いますし、でやっぱり結局はエンターテインメント何かって言ったら誰かに対してなんですよね。だから受け手の人たちがいらっしゃるってことは、僕はもうずっと永遠にエンターテインメントしていきたいなって思うような感じなんで、デジタルがいっぱい増えてきたのに今頃絵をっていうのを思ったんですけども、実は絵ってずっと生きてるものなんで、絵っていうのはそこに物体っていうのが存在できて常に生きてるものなんだなって思うので、そこの感覚を日本人忘れるな今回からちょっとサインが変わったんですよ。また春季って普通に書いてあるんですけど、愛がこう横に倒れてるというか、こう横に流れてるんですけども、この3と2って書いてあるんですよ。32ってことなんですよ。32に挟まってる春季なんです。32っていう僕数字すごいいい数字で、ね、8888って番号、よく車の番号とか見られると思うんですけども、末広がりでいいのと、幸運の連鎖って言われてる番号なんですね。32っていうのが32で、あと読み方がサニー、つまり春ちゃんです。ねえ、シェンさんたちはじめクールジャパンの方たちにも支えていただき、あまり寝れなかった時も多かったんですけども、ずっと絵を描いてたんで、でもなんだろうな、疲れて帰ってきて絵描くってすっごい優雅な時間で、僕はすごいリフレッシュになりますね。なんか行きたいなと思ったら、もう知らないうちに朝の7時とか8時になったりする時もあるんですけども、その日はなんか温泉入って帰ってきたんじゃないかぐらいの、なんで僕にとってみたら絵っていうのはなんか健康ランドですプラスの時しか描いてないんで、プラスのエネルギーはギュギュ詰まっておりますありがとうございます。あとはですね、もう本当プレビューと初日を迎えれれば嬉しいなと思いますので、もう本当シンさんもチャチャさんも一緒に働いていただいてますので、あとはもうね、もうお客様をお待ちしております。もうそれだけです。もう本当に楽しみに来てください。10月の2日までやってますので、ぜひぜひ来てください。で、はるちゃんは10月2日いますよ、多分絶対います。はい、なのでそれも含めて皆さんに会えるの楽しみにしております。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。またねー。ありがとうございます。